形の体勢。さあそして馬場さん、何と言いましても今シリーズ注目はこのジョニーエースですね。そうですね、初めて三冠戦に挑戦しますが、このシングルマッチ、シングルファイターとしてのジョニーエースというのは馬場さんどのようにご覧になってますか。おっと、やっぱりもうここで自分をもうアピールしなかったら、はい、する場所ないですからね、10年もかかってますからね、はい、さあそしてその最終武道館大会でタイトルをかけて戦う三沢ミサルに突っかけていきましたジョニーエース。9年半を経てようやく初めての挑戦権を得ましたジョニーエースです。アームバーをひねっていった、ひねりを引かせていきました。馬場さん、あのあたりですね、やはりスミスの持ち味というのは。ただのアームバーではなくて、ひとひねり加えていきますジョニー・スミス。チキンウィング、フェイスロックも加えておきます。チキンウィング、フェイスロック、おっとここで秋山純がセカンドローブに逃れております。試合時間15分を経過しております。シックスメンタッグマッチ98エキサイトシリーズ開幕戦のメインイベントであります。三沢秋山モスマン組対小橋エーススミス組。現在試合の権利があるのはジョニー・スミス、ブルーのロングタイツ、そしてショートタイツが秋山純であります。先のシリーズ鹿児島大会におきましてアジアタックのタイトルをつかみましたこのジョニー・スミス。秋山純をチキンウイングで苦しめていきます。左の肘、サードロープに足が届きました。ロープブレイク、タッチが成立しております。ひねっていく、エルボーだ、もう一発、秋山純のエルボー。さあ赤コーナー、タッチは成立するか。秋山純から真裏ケアモスマンに試合の権利は移っております。モスマンと小橋、モスマンの醍醐味というのは何といってもこのキック、連発。おっと小橋健太もこのキックを受けている。足に、そして胸に容赦のないキック攻撃であります。マウナケアモスマン、カウントは2つ。さあマウナケアモスマン、ちらっと三沢ミサルの方を見ました。ドロップキック、三沢に試合の権利をつなぐタイミングを図っているんでありましょうかマウナケアモスマン。さあ押し込んでいく小橋健太、逆水平強烈、耳そぎ耳そぎ、小橋健太からジョニー・スミス、タッチワークが徐々に速くなってきております。両チームであります。パイルドライバー、カバーに入ったジョニー・スミス、ツーカウントです。左の腕、モスマンの左の腕、照準を絞っていきます。おー、しかしこれはロープが近い、ロープブレイク、モスマンの足がサードロープを捉えております。エルボーを打っていく、打撃技の応酬となっております。足を絡めて、今度はジョニーエースに試合の権利は移っております。全日参戦9年半を経まして初めての三冠挑戦、待望の三冠挑戦を今シリーズ最終武道館大会で控えております。スタート、ジョニーエース、その三冠戦の挑戦相手の三沢ミサルに果敢に突っかけていきます。赤コーナー控えていた三沢ミサル、あーっとこれは
予想できない攻撃を受けております。ジョニーエースがコブラツイストに捉えております。マウナケアモスマン、現在のジュニアヘビー級のチャンピオンをコブラツイストに捉えております。ジョニーエース、あっと不意打ちを食らいました。ミサーミサル、グイグイッとジョニーエース締め上げていきます。さあコブラツイスト地獄に移行しようというところ、足を開きます。カットに入るタイミングを伺っているミサーミサルであります。今日はこのエースとミサーの絡みはまだない。さあエルボー、エルボー、エルボーだ。さあどうだ、大事な開幕戦、最終武道館大会ベルトをかけて戦うこの2人、試合の権利があるのはしかし秋山だが、さあ容赦のない三冠チャンピオンのカットイン、ストンピングで踏みつけていきました。まずはこの開幕戦から嫌なイメージをこのジョニーエースに据え付けていこうという三沢ミツァル。試合時間20分を経過しております。メインイベント60分の一本勝負、三沢秋山モスマン組対小橋エーススミス組であります。エルボースマッシュ、大きなテイクバックを取って放っていきましたジョニースミスであります。もう一発いった、もう一発、3連発で打っていった、カバーに入った、カウントは2つ。フライングメイヤーから足をかけます。さあグラウンド、フェースロック、顎のあたりを固めていったジョニースミス、世界ジュニアヘビー級チャンピオンのマウナケアモスマンがこの時間帯ピンチであります。フェースロック、グーッと顔面締め、ロープブレイク、青コーナー、オレンジのショートタイツ、小橋健太であります。前世界タッグチャンピオンの小橋、強烈な逆水平から膝を当てていく、もう一発、ストマックを的確に捉えております。かわず落とし、カウントは2つ。小橋健太からタッグパートナーのジョニーエースに試合の権利を移っている。タッチワークが速くなっている青コーナー、ダリアットを放っていきます。これはかわした、巻き投げ、キックを捉えたぞ、円髄切り。さあモスマンから三沢か、三沢ミスタルか、三冠チャンピオン、ここで赤コーナートップロープ、あーっとこれはよく見ておりましたジョニーエース。さあ最終武道館大会の三冠戦の前哨戦だ。ロープに飛んだ三沢、ハイキックはジョニーエース、もう一度ロープに飛んだ、エルボーだ、エルボーで返しブロック、おっと返す方までエルボー。さあ三沢ミサル、現在三冠戦自己最多タイとなる7連続防衛に成功中であります。このジョニーエースを三冠戦で破りますと8連続防衛という前人未到の大記録を生み出すことになる三沢。さあタイガードライバーの体勢捉えるエース。さあ三沢ミスハル、このジョニーエースを相手にこの大事な開幕戦、自らの手でスリーカウントを奪っていくか。おっとネックブリーカードロップだジョニーエース、これは珍しい。おっとエースからジョニー・スミスに試合の権利を移った。そしてそのスミス、トップロープからミサイルキック、三冠チャンピオンに打っていった、バックを取ったミサワ、バックを取り返したスミス、パワースラム、カウントは2つ。今みたいに、はい、一瞬の返しもうまいですよね。さすがですよね。三沢ミサルに大胆にミサイルキックを打っていって、そして一瞬の切り返し、パワースラム、
ジョニー・スミスであります。ハイキックは小橋、そしてジョニー・エースだ。サンドイッチ式、さあそしてハーフネルソンのスープレックス、これはモチマンのカットが功を制しております。スタート、マウナケア・モスマン、ちょっと崩れましたがハワイアンクラッシャー。さあ小橋健太、ミサー・ミシャルのキック、秋山純であります。エルボー、そしてラリアット、カウントはどうか、カウントは2つ、秋山純対角線に打ってジャンピングに力任せに投げ捨てていきました。小橋バックを取った秋山純、エルボーでエスケープしようという小橋、さああった、さあ小橋健太強引に投げていくか、あーた強引に投げを打っていきました秋山純、エルボー、あーた小橋健太のチョップ、そしてハーフネルソンのスープレックスがここで炸裂いたしました。さあカットは今モツマンが入った、マウナケア・モスマンのカット、あーっとしかしまともに小橋健太のハーフネルソンスープレックスを食ってしまいました秋山純であります。ジョニーエース、キックは捉えたぞ、エルボーだ、秋山純セカンドロープから倒した、おっとエースクラッシャー、カウントは1つ、おっと2人がかりのカットイン赤コーナー。さあそして三沢は小橋がチョップで今マットに沈めた、小橋、さあ小橋、秋山純をまず小橋健太が、あーとトップロープからジョニーエースだ、あーとカウント2、小橋とエースの合体で大ピンチを迎えております。秋山純、三沢とそしてモスマンは場外だ。試合の権利があるのはエース秋山、さあジョニーエースが青コーナー、秋山純をなだれ式のエースクラッシャーで地獄にいざなおうというんでしょうか。さあいった、いくか、いった、トップロープからのなだれ式エースクラッシャー、三沢とモスマンがカットイン間に合っております。さあそしてジョニーエースに三沢が肘鉄砲、あーっと秋山はしかし起き上がることができません。さあジョニーエース、三冠初挑戦に向けて、あーっと獅子奮陣の活躍、三沢に乗ったフリーフォール式。さあそして秋山だ、秋山純をコブラクラッチスープレックスか、毒蛇が牙を剥いた、ジョニーエースどうだ、入った、見事であります。ジョニーエース、9年半にして掴んだ三冠初挑戦、その大事な最終武道館大会、三沢ミスカルトの一騎打ちに向けてジョニーエース、98エキサイトシリーズの開幕戦、まさに開幕から全開であります。